よ。なら、リュウジ就職決まったってよ。なんと、あの紙代の技術部門だぜ。親父さんたちにはもう電話したのか？ああ、二人とも喜んでいた。今までいろいろ迷惑かけてきたからな。これでようやく恩返しができる。一人息子が一流企業に就職したんだ。親父さんもおふくろさんも喜ぶに決まってんだろ。よし、今日はリュウジの就職祝いだ。全員で焼肉食いに行こうぜ。お前も行くだろ、ユウ。行こうかな、リーダーのおごりなら。なんで祝われる俺がおごるんだ。お前が払え、全額だ。ひでえ、高校生にたからないでもらえます？なあ、お前もレジェンドの金で肉食いたいよな。おい、何してんだ？置いてっちまうぞ。ああ、また肉か。俺寿司が良かったな。付け合わせの芋でも食ってろ。ああ、もう、お前らさ、めでたい日くらい喧嘩すんなっての。Bye.